TBS ラジオ954玉結び時刻は2時になりました TBS ラジオ赤い玉を玉結びここからは日替わり企画です木曜日はこちらピエール滝のハガキで悩み相談 さあ、リスさんの皆さんとおはがきでコミュニケーションをということで、皆さんから悩み相談やらくだらない質問等々を受け付けているコーナーでございます。はい、読まれたはがきには焚きっての方を差し上げます。一番良かった一番良いクオカードを差し上げます。うん、最初は、えー、千葉県は松戸市、部活はデブさんでございます。はい、ありがとうございます。えー、赤井さん、焚きさん、スタッフの皆様、こんにちはと。こんにちは。赤井さんは、はい ワンちゃんを飼っていますか飼てないんんでですす猫ちゃは好きかという質問はどうでもいいですなんだよ。私がこの部活はデブさんね私が疑問に思っているのはこの犬猫の呼び方です犬はワンちゃんと呼びますが犬ちゃんとは呼びません同様に猫は猫ちゃんと呼びあまりにゃんちゃんとは呼ばない気がしますなぜ犬と猫で違いが出るのでしょうか また、鳴かないペットもいることから、うん、犬ちゃん、猫ちゃん、うさぎちゃん、蛇ちゃん、もう種類はね、種類プラスちゃんに統一できないものなんでしょうか。うんうん、気になって仕方ないので、何とかしてくださいと。うん、そう言われたらそうですね。なぜ犬だけワンちゃんって言うんだと。オタクのワンちゃんそれみたいな。うん。それが普通になってますもんね。オタクの犬ちゃんって聞くことはないですもんね。でしょ、そこ、犬ちゃんでよくないですかっていう。あー。やっぱり。なんで犬だけワンちゃんって言うのっていう。 日本には犬久保っていうのがいた時代がありましたから。綱吉 <laughs> 犬に対してにちょっとなんかこう、はい、犬犬呼ぶのが、こうね、ワンって言った方が、マイルドになるっていう意識があるのかもね。生類哀れみの時の頃から、ね、そうそうそう。対象を DNA として日本にそうそうそうう。ちょっと見に犬に対してはちょっとなんか、ね、身の危険があるので、えー、危険目があるかもしれないね。ぼやかす意味でワンちゃんってい、うん、ワンちゃんって,っていうそうそう。うん はあ、綱吉のせいだと。そうそうそう。あるんじゃないかなどっか脈々と。ああ、やっぱ。うん。え、生類哀れみの例って、犬だけですかうんとね、でもね、虫とか蚊とかも実はそうでしょ、多分。生類哀れみだ。生きているものはみんな哀れんでいくっていう。そうです。うん。ものですから。説が崩れるみいないん猫も。ははは。いてたんじゃないのかなと思いますけども。まあでも犬メインなんてそうそうそう。犬くぼってついちゃってるぐらいそうですよ。はい。 その辺から。その辺から犬に対しては、ちょっと、うん、距離があると。ああ、なるほど。インゴで喋らないと。ンゴで喋らない。直接的に犬って言うと、どうかとっていう。っていう、伸び捨てにしてる感じもあったりとかしてっていう。それは良くないぞってことから、犬に関しては、ワンちゃんっていう。あ、でも犬ってそうかもね。なんとかの犬名とか言ったら、こう、悪い言葉に結構使われるじゃないですか。はいはい。警察の犬名とか、なんか。はい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 。 猫目とか言われないじゃないですか。はあ、猫目はははこの泥棒猫 <laughs> ああ<ー> <laughs> そうね。ね<え>まあ、そう、そう、泥棒猫っていう、だから泥棒猫っていう一つの単語だったらあるけど、はい、猫自体にそんなにこう、悪い意味合いというか、うん、ないけど、犬結構使われませんか会社の犬目みたいな。ああ、猫かぶりは <laughs> <laughs> 猫株かぶあるね、あるけどね。ああ、でもそうで。そう、だからそう犬っていうのに一言で使うと、うんそう、ちょっとなんかこう、マイナスなものも入ってしまうんじゃないかっていうことで、ワンちゃんにしてるんじゃないワンに。 長いこと人類の友達である犬ですけれども、近年ね、犬に対してもちょっとなんかはばかるような考え的なものも、その、綱吉の頃というか、浮かんできちゃったんで、その犬っていうものに対して、ちょっとこう人間の方から、ごめんなさい、ちょっとすり寄るためにあだ名みたいな感じで、ワンちゃんワンちゃんっていう呼ぶようになったと。 王選手は関係ないですかね王選手は。そこに王選手が入ってくると、まだちょっとね、ややこしくなりますけども。一応ね、あの、長島しげおさんが、入ってきた王貞治のことを、背番号1にちなんで通称ワンちゃんワンちゃんってうようなんね。うん。とね、王っていうので、もうかかってるのかわからないです。ワンちゃんそれもあるかもね、ワンちゃんっていう呼び方が、日本人の中で非常にポピュラーであると。 ワンちゃんっていうのがみんな言いたくなる感じに言いたくなるってあるかもしれない、ね。あの頃 V9 の頃。うん。そういう。す <laughs> り込まれたのかもしれないそういう考えるとこう日本史の、はい。いろんな歴史がこう積み重なってワンちゃん猫ちゃんに落ち着いてるということですな。じゃあ犬に関しては、うん、なるべくしてワンちゃんになってるってことですよ、ね。うん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 。特別なんですね、じゃあ。やっぱ特別なんですよ、犬は。はあ、ちょっとね。はあ、はあはあ、うん。 なるほど。なので、他の、あの、猫やら、それこそ、蛇とか、うさぎなんかと比べて、もう、鳴き声でっていうところの、ワンちゃんっていう、そうそうそう。呼び方になっていると。まあ、そういう意味では親しみが込められてるかもね。あだ名っぽいですもんね。まあ、そうですよね。だから、人間ちゃんっていうんじゃなくて、なんだろうね。えーと、ぴーちゃんみたいな、しゃね、喋る、喋る。まあ、赤井さん、完全に入り口間違ってる 人間ちゃんの時点で。<laughs> そうね。人間の泣き声ってすげえ難しいじゃんと思っ難しいなと思って <laughs> 私も。人間の泣き声が出てこなかったよ。でも、うん、この感じでさ、他にも使ってもいいと思いません、ね、例えばライオンのことを、うん、ガオーさんって呼ぶとか。<laughs> ガオーさんとか。ガオさん。とかわかんないですけど。うん<ー>。そういう。えだからやっぱそれぐらいこう身近な。はい。まあ、親しみを が、一番ある動物なんじゃないですかなんだかんだてやっぱ犬は、うん、そうなのかな、うん、そうなってきちゃうのかな、うん、馬のことを、だって、ヒヒヒーンちゃんとは。言わないもんね。モーちゃんとか、うち、ん、のことを。うん。モ、う、モ、ん、ち,ちゃん。モーモちゃん。モモちゃん。って言わない。か 言わないでしょう。う言わないか。うん、あ、犬は特別なんですよっていうのを込めて。そうでしょうね。ちょっと。だから猫がもっともっと身近になってくると、はい、にゃんちゃんに昇格することもあるかもしれないというね。これ以上どうやって身近になりましょうね、 <laughs> あの、お気楽なあいつらをどう取り込んでいきましょう、<laughs> 人類としては。そうです、ね、なかなかもう今、マックスな感じになってます、ね、距離が詰められないですね、はい。なってますけどもね。うんうん、まあね、あのー、はい、部活はデブさん、そういうことなんですっ、ね、て。はい、赤井さんいく。はい、ねじゃ次いきます。こちらいきましょう。東京都は日野市。うん、僕の彼女は実写版リラックマさんでございます。はい。 たまちゃんたきさん、こんにちは。ちはいつも楽しい放送をありがとうございます。はい、昼間は仕事なので、毎週欠かさず録音して楽しませていただいております。ますさて、相談なのですが、はい、付き合って約5年になる彼女との喧嘩、喧嘩かなについてですと。うん、ある時何気なく今度カラオケに行こうと誘ったところ、うん、あ今後もう二人でカラオケには行きたくないと言われてしまいました。<laughs> ね何があったんでしょうと。理由を尋ねたところ。うん、はいはい。 カラオケは、うん、彼女曰くわけですよ。うん、自分が歌いたい歌を歌って、スッキリするために行くところだと思うから、というのです。うん、さらに、はっきり言って、うん、あなたの歌は聴いていない。第一、お金を払って、うん、素人の歌を聴きたいなんて人はいないし、と。<laughs> ねえ、<laughs> とまで言ってくる始末。確かに今までの僕らのカラオケを振り返ってみると、うん、僕が歌っている時は明らかに手持ちぶさたで、ひどい時はスマホゲームに熱中しています。彼女がね。<ー>多少自分が興味を持った曲ならかろうじて聞いていますが、興味のない曲になると露骨に態度に現れます。うん、僕はそれが以前から気になっていて、そのために、いくら彼氏でも態度悪くないマナーとしてどうなのと喧嘩になることしばしばです。し、えー、いや、お前聞けと。はーはー一緒に来てんだから、俺の歌を。うんうん そのため彼女としてはまた喧嘩になるのならもう行きたくないというそうなりますね言い分のようです。すねね、このような現状では、今後しばらくは今までのように彼女と二人でカラオケに行くのは難しいと思いますし、うんうん、僕自身それを無理強いする気もありません。うん、ただ、うん、カラオケは、 一人で歌ってスッキリするためのものという意見には、どうにも拭いたがい違和感を感じてしまうのです。うん、僕は小さい頃からピアノを習っていて、今でもたまに弾きます。うん、また中学校の頃、吹奏楽でホルンを吹き、社会人になってからもアマチュア団体に参加して演奏したりもします、うん。あ、すごい。そんな音楽をこよなく愛する僕としては、聴、ええ、き手の存在しない音楽というのは果たして音楽と言えるのか <laughs> <laughs> 変えてしまうのですかはあ、はあ、練習を重ねるのもいずれ誰かの前で披露していいてもらうためだと思いますはあ、はあ、演奏して自己陶酔に浸るという面もないわけではないでしょうが聴、うん、いてくれる相手があってこその練習であり音楽であり <laughs> 歌だと思うのです <laughs> <laughs> このように価値観が大きく異なる,異なる我々二人ですが、ええ、未来英語、二、うん、人でカラオケに行くこともないのかと考えると少々寂しいものがあります。そうですか何か解決策やお互いに納得できる案などあればご教示いただけますでしょうか特にプロミュージシャンの滝さんのご意見をお伺いしたいところです。あと、ンコ骨ペアニストの赤井さんの意見もついでに聞ければ幸いです。補足情報、1。はい、1> 僕と彼女の歌唱力はかもなく不可もなくといったところです。うん、音痴ではありません。<ー>歌うジャンルはほとんど重なっています。 彼女の好きなジャンルは狭くアニソンが多め。アニメソングがね。僕はサザンから最近の曲まで広い方だと思います。自分が好きな曲なら何でも歌います。補足情報2。彼女は僕以外とは付き合いでちょくちょくカラオケに行っていますが、あまり気乗りしないとのことです。補足情報3。僕は一人カラオケ自体を否定するわけではありません。誰かに披露するのを前提に練習で一人カラオケすることは僕もあります。ということで。ステージに立ちたいね。もうもやもやしちゃってるわけ。このね、えー 僕の彼女は実写版リラックマさんは、俺はね、一緒に行って、歌い合って楽しみたいんだけども、なぜお前は俺の曲を聴かないのかなっていう、でもちょっと分かるよ、私、分かります、彼女の方が。なぜならば、私は一人で歌ってすっきりするというよりも、みんなで大勢いたときは、コミュニケーションを図るためにカラオケは行くけど、あの、 もうカップルとか付き合ってる人と歌声を披露し合いたいとは思わないもんあなるほどだってそれはもうもっ,もっと楽しいことがあろうなるほどえー、ええー、もうそこまでの関係になったらじゃあ赤い線の言い分っていうと今このね、はい、僕の彼女は実写版リラックマさんが、うん、ええー、聴き手の存在しない音楽というのは果たして音楽と言えるのかと考えてしまうところですっていうのは、うん、あくまでも聴き手っていうのは、うん 第三者というかそうそうそう。身内だったりとか彼女とかそう近いもんじゃなくて、第三者の。そう。シビアな耳を持った第三者ですよ。が、が聞き手であって。カラしか客とは呼べないと。そう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 。はいはいはい。で、もう、もうそんな関係になってるとね、もう二人でイチャイチャした方が楽しいんじゃないああ、歌歌うた歌、歌いに行かなくて。ちなみに赤江さんは、旦那さんとカラオケに行ったりはしますか一回も行ったことない。 ないうんはいはいそれぞれには別のなんかグループとかでは行ったりするけど、うん、行ったことないですね滝さん行くいや僕もないですまあまあ子供が生まれたから子供が行きたいって言うんでしょうがねじゃあ行っかなんて言って行ってあの「あね、ドラえもんの歌歌ったりとか新田、ね、乱太郎の歌歌ったりとかってのありますけど それを言うために行くわけでまあ嫁とか例えば彼女とかと一緒に二人で今日どうする飯食ったとカラオケ行くっていうカラオケは行かないかもしれないでしょでしょそうですよね。意外と私もその選択肢ないなと思ってますこの僕の彼女は実写版リダックマさんのでもどうしても彼女と歌いたいというのであればデュエットしかないですよねもうやっぱし。 二人とも歌い手になる二人で一つのものを作り上げると、うん、それであれば、うん、なんていうかな向き合わなくてこう前を両方が見てるって感じだし。 そこでじゃあ、友達の集まりとかで、2人でデュエット曲を披露するわけですか、うんうん、いつか披露する時があるかもねって言っい、まあ、付き合ってるやつらどうしのデュエットとか聴きたくねえ、聴きたくない、いや確かに、<laughs> もう家でやってくれよってことだよね、そうだけども、そうだと、付き合ってる者同士のデュエットの曲って、聴き手が存在しないってことになってきますね、いや本当ですね。<laughs> いやいやいや、本当に、これなかなか、なかなか勉強していくと。ねえ これ。だからこ、これね、僕、彼女のね、言い分、うん、その、だから、このね、 僕の彼女はリラックマさん、自社版リラックマさんは、うん、カラオケはこう試合だと思ってるんですよね。うん、でも彼女の方は、うん、バッティングセンターとか打ちっぱなしだと思ってる、うん、感がありますよね。うんうんうん、スッキリもう自分で打ってね。そうそうそう。ーと好きなようにやって。そういうの,のゲ,ージゲージに入って、バッコンバッコン打っちゃいいでしょっていう。その2人でなん,しなんか、打ってんの見なくちゃいけないのっていう、面倒くさい自です、うん、なのっていうような感覚なんでしょうね。うんうんうん、ね。そう思う。となりますと 2人でカラオケに行きたいという、うん、この僕の彼女は実写版リダックマさんのお願いは 2>,、うん、2人で行って、はい、2>, 2人でどうしても行った場合2人でしょ、うん、他の人入れずにでしょ、うん、2>, 2人で行ってどうするかな。ででもね、うん、よく考えたら2人で、うんうん あのそうやって歌うんだったら別に車を運転しながら為替で曲をかけて歌ったっていいわけですよ、ね。そうなんですよ。<laughs> 要はね。そう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 ,そうね<え>。日常からね。ね<え>。うん、今日はじゃあ何するみたいなうん、うん。で順番にこう歌っていって、うん、なんだろうこう歌のしりとりとかもできるじゃないですか。車の中とかでもね。うんうん、なんかそういうのでいいんじゃないかい？ああその感じですかね。やっぱじゃこの一緒に歌いたいもう今後二人でカラオケに行きたくないと言われ、うん しまったというのは、うん、彼女が正しいってことですか、ね、うん割と私はそっちの意見にい <laughs> <laughs> っちゃうけどな実写版リラックマさんがあまりにもこう音楽の道を進んできてるだけにね、うんうん、私は全く音楽の道進んでないからそこがちょっと理解できないのかもしれないけど、ね、このリラックマさんは、うん、上手になりたいんですよね同じ歌でも。<ー> き同じ歌でも昨日歌ったのよりも今日の方がより上手に歌いたいってその進歩していく様、うん、いやだから今度ね、うん、あの玉結びでリスナーさんに電話つないで歌ってもらうときに、はい、2>, 2人でなんかこう2人で出てくれないかな <laughs> ああこのうんこの方がうんで練習しようとあれに向けてああなるほどねっていう、うん あ、でも、ポッドキャスト組だからダメだ。そう,うそうだ、そうだ、そうですね。ねえ、うん、まあ、でも、そうか。まあ、確かに。ねえ。あのー、僕の彼女は実写版リラックマさん。うん、結論としては、彼女が正しい <laughs> 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 ことに, <laughs> ことになりますわね。ねえ、ちょっとねえ、ちょっと。 そうですね、冷静に考えたら僕も行かないですもんねえ <laughs> ミュージシャンの滝さんがですよ <laughs> はい行かないですもんだって本当にねえ、はい、私もい今まで行ってないなと思ってそんなはい、うん、僕だってステージであんだけ歌ってますからうん カかオケで歌う必要もあんまりないですね。そうね。それもあるわね。ねえ、ありますけども。ということらしいですよ。はい。本当にね。彼女の言う通りと。ということでいたしましょう。さあ、え、最後じゃあちょっとこちら行きましょうか。小菓子は、ラジオネーム、酒と涙とワイシャツと私さんでございます。はい。ありがとうございます。え、たもちゃん、たきさん、こんにちはと。こんにちは。うちの会社では、事務員の女性が集まって、収益改善などをテーマに毎週会議をしています。でじょ 自分の女性だけ集まる女性だけ集めて。はい、今はそれを女子会と呼んでいるのですが、はい、今度その会の名前を決めることになりました。新たにね。ちなみに他の工場では、ミツバチの会。うん これはね、ミツバチの働き蜂は皆メスだから、女性の力を結集して大きいことを成し遂げようっていうところからミツバチの会。あと他の会社には桃子の会。岡山工場なので、岡山イコール桃太郎だから、などの名前がついています。うちは茨城工場なので、何かいい案が出なければ、納豆会にすると冗談交じりに言っていました。 納豆はちょっとあまりなので、お二人で好きな,な、素敵な名前を付けてください。ちなみに7月30日に名前を付ける予定なので、急ぎでお願いしますと。ちなみに会社の住所は茨城ですが、五霞町、五つの梅雨の町というね、五霞町というところで、埼玉との県境にある、水戸ではとにかく、水戸などはとにかく遠いですと。黄門様とか、梅の名所、偕楽園とかに関係する名前はおそらく賛同を得られません。会社は ダンボールメーカーのそういう女性の事務員だけを集めてどうにか女性の力でなんとかしようぜっていう会をね各工場で立ち上げておると今まで女子会って言ってたけどなんかないっすか素敵な名前っていうなるほどはいミツバチの会はいいですねこの感じというかもうファーストインプレッションでいきますとさあ皆さん何か捕まってくださいよ今から いやいやいや、イメージをこだまで変換しますんで、はい。くのいちつゆの会はどうですか。<laughs> くのいちつゆの会。くのいちつゆの会。はい、はいはい。なんかちょっとこう、歴史を感じて、いいじゃないですか、はい。なんで忍者にしちゃったんですか。<laughs> いや、女子だから。女子だから。女子だから。はあはあはあははあうん。茨城忍者いなかったか。いないかった。忍者はまあ、いなくはないかもしれませんけども。い 大奥でもいいじゃないですか、でもそれだと。大奥<ー>だとちょっとあれか。でもなんか、そうですね。おつぼね様的なのが出てきて大変かもしれないですけども。つゆ五っかつゆだもんね。はい。くのいち。くのいちつゆの会ってなん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 ですか、そのなんか、昭和エロ小説みたいな感じ, <laughs> 感じの切り口は。 真面目に収益を上げようと思って頑張ってらっしゃる。<laughs> そうですよねそう。あと段ボールっていう、紙に対してつゆって塗れるものってなんか、<laughs> なんだろう、うなんかしなーんとしちゃう感じがして。<laughs> そうね。そっか。はい、段ボールだもんね。段ボールといえば、はい、段ボールといえば、やっぱり、うん、あの、丈夫。 やっぱ赤井その、女性が集まってみんなでっったら、くのいちっていうのをつけたいわけですか、うん、やっぱ、その。そう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 。ね、くのいちは、あの、くとのと一は、と、おんわっていう字になりますよっていう。うんうんうん。ね、うん、う,うん。ねうん、はい。そうそうそう。それか、このダンボールのあの間の、この、ウィーンって波になってる、はい、あれじゃないですか。うん。うん。うん、なんかね、ダンボールの間のね、うん、あの、クッション的なは、ね、い。あの、波々的なことを、 活かせないかなって今思ってるんですけどね。ダンボールの。なんか構造を。そうそう。支えていくぞって意味で。そう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 。はぁはぁはぁ。あそこをね。僕今ので、くのいちで女になるじゃないですか。女子会ってずっと今まで言ってたわけですよね。女子会の女子ってつけると、好きって字になるじゃないですか。はぁはぁはぁはで、くのいち、くのいち女子会。くのいち女子会。女子会。女好き会。女好き会っていう。女好き会っていう。 どうですもうも茨城工場は、茨城工場は,は,は女好き会ってやつをち出し来たよって。違います違います。くのいち女子会です。女好き会は、ね、工場の男たちに、うん。なんか面白いよね。お前たちとうん、うん。今日、今日女好き会ですから。で、お前たち。うん、女,好女好き会。女好き会今日女好き会だから。<laughs> いいんじゃないでしょうかね。いいですかそんなので。ねちょっと、たさんと私のこの合作的なこれ、いいじゃないですか。毎回毎回これで、あの、集まって会議するんですよ。そうですね。いいですかそんなので。会社のメールとかで、今日は女好き会の。はい、女好き会のっていう。会議号がございますみたいな。はい。くのいち好き会。くのいち好き会うん。くのいち好き会。まあ、そっちはふざけた感じで、赤井さんの中一個パシって出してくださいよ、最後。へえ。折、折り目。 折り目正しいい <laughs> <laughs>？何えだってこう、段ボールって畳むじゃないですか、うん、折り目正しく。うん、だから、折り目正しい回。折り目正しいい？はい。<laughs> <laughs> ピン、とこねぴピンとこね確かに。確かに来ないわ。ねえ、うん。難しいな。だからこうね、うん、あのー、ミツバチ ミツバチ会。モモコの会。桃子の会。折目正しい会。折目正しい会ですよ。そうですね。はい。まあでも女好きかもどうかと思いますけどね。女好きもどうかと思うけどね。いやー、なんとかいいねみがね、つけばいいんですけどね。事務員の女性が集まって。ちょっとこの辺を参考にね、ひねっていただけないでしょうか。納豆はもう入れなくていいですか。うん。うん。粘る。うん。タレ。うん。粘り。うん。豆。 豆豆 C 会。豆。豆,豆豆 C 会。豆豆 C 会。豆豆カイ粘りの女とかじゃねん女っての。<laughs> <laughs> 年女会。年女会。年女会。あ、でも、あ、でもそれもね、あ、茨城だなって思われるじゃないですか。ねえ、そしていろんなこと粘り強く。やりますよ、と。あの、決めていきますよ。ああ、いいかもね。年女会。年女会。だって、岡山だから、あ、桃子だね、とかさ、わかる中で、年女会ってえば納豆だから茨城でしょって言われて。っていう。そうだ。ことに。粘着の粘粘りだとそう。粘りだとそういうことですよね。ね。はい。そうね。粘り強いぞ。根性あるぞ。うん。 そうね、年会、うん、納,豆菌納豆菌。茨城ね、茨城年女って茨城年女。あ貝をやも取っちゃったやあ、年茨城年女。あ、茨城年女。なんかすごいあ、なんかこう、古風な、昔ながらの、あ <laughs> っぱれ女の人たちみたいじゃない <laughs> 茨城年女。茨城年女。<laughs> 我らは茨城年女ですみたいな。 で、でございますゆえ。なんか、会津班みたいな感じの。なるほど。なんかこう、我は、茨城年長ですからっあ、はいはい。いいかもね。なるほど。うん。そうか。我は、茨城年長です。我ら、ひとごとだと思います。粘り強く、粘りどんどん脱線してるけど。粘り強く。腐らずに、腐らずに。腐ってんのかまあね、ちょっとすいません。すいません、本当に。えー、玉鷲に送っ題だということで、こうなることはもう目に見えてたのかなと思いますけども。 いろいろなことを参考に <laughs>、はいえー、ぜひですね、素敵な名前をつけていただきたいなと思います。すね、ということで、本日クオーカードどうにいたしましょう、はい、クオーカードどうしようかなそうですね。まあじゃあ今回は、うんえー、実写版リラックマさんにしようかな。ちょっと結論としてね、<あ>えー、リラックマさん応援できなかったので、カラオケは。申し訳ない。もうあなたは彼女とカラオケには行けませんってなった <laughs> リラックマさんにクオーカードを差し上げます。<laughs> はい。 えー、このコーナーでは皆様からの相談のおはがきや封書をお待ちしています。宛先は郵便番号107-8066、TBS ラジオ赤い玉を玉結び、ピエール滝のハガキで悩み相談の係まで、お名前ご住所もお忘れなく。玉結び。 tbs ラジオ赤い玉を玉結び、ピエール滝さんとお送りしております。はい。ここで玉結び夏の公開生放送のお知らせです。だれま。玉結びパブリックビューイングえ、6月には玉結びパブリックリスニングということで、みんなで番組を聞いていただきたいというキャンペーンを行いましたが、この夏いよいよパブリックビューイングということで、みんなで玉結びを見ようというイベント、つまり公開生放送を行います。うん、開催は、 来月、8月14日、木曜日、赤坂サ,サカスの特設ステージです。なんと、木曜日が。はい。ねえ、公開生放送やりますよと。えー、はい。たきさんでございますよ。大丈夫でしょうか <laughs> ど,うど,どうでございましょうかはい。なぜに木曜日かなり程度は低いですよ。木曜日は。<laughs> 危なっかしい放送しておりますよ、す木曜日はね。はい。 え、番組自体は午後1時スタートですが、公開生放送は午後2時からでございます。観覧は無料ですので、ぜひお越しください。え、今年はね、お盆のど真ん中ということになりました。14日ですが、まあお盆だけど予定がないわというようなご家族、え、そしてお一人様でももちろん大歓迎です。夏の思い出を。 ぜひ作りに来てください。これが今年の夏の肝になる方も、<laughs> ひょっとして、<laughs> ね<え>数名いらっしゃるか。いらっしゃると嬉しいですが、詳細はまた追って番組の中でお知らせします。8月14日木曜日の玉結び、公開生放送お待ちしております。玉結び